皆さんこんにちは、ワンダレビューです。本日はメリダの e バイクロードレックス i6180 をレビューしたいと思います。こちらの方、伊豆にあるメリダの X ベースというところでレンタルしました。そこでレンタルして西伊豆の山間部を結構走って、本当に、距離も長いですし、獲得標高もそれなりにあるコースを存分に走ってきたので、そこでの走行シーンだとかを用いてレビューをお送りします。またこのバイク、スマホのアプリとも連携できるので、スマホのアプリの情報だとかというのも収録しています。最後に、まだまだ e バイク1年目の妻ですが、まあ、結構初心者の目線でこのバイク、自分の e バイクと比べてどうだったのかというののインプレッションも最後に収録しています。ぜひ最後までお楽しみください。どうぞ。はい、皆さんこんにちは、ワンダーレビューです。本日はこちらの宮田の e バイクをレビューしていきたいと思います。今これレンタルして山も結構 800m ぐらい登って、でずっと降りてくるっていうので、結構、まあ、個人的には過酷な道をずっと走ってきました。でパッと見ていくと、もうフレーム宮田で、このドライブユニットのところはシマノのものが入っていて、でまあザ日本って感じです。でセンターモーターのe バイク、基本的に初めて乗った、あのヤマハのやつとかでこうサイクルモードで乗ったことはあるんですけど、結構初めて乗ったかなって感じです。ここまでしっかりで山とか登ると、こう傾斜変わった時にパッとこう踏み込んだ時に、こうレスポンスよくやっぱり力がグッと入ってくるのがすごくいいなと思いました。あとコンポとかも基本的にシマノのものが入っていて、グラベル用の GRX っていうかなりいいものが入っているので、シフトの入り方とかもすごく良くて、でフロント一足で、後ろの方の幅もかなり、低速から高速まで使えるのですごくいいなと思いました。あとですね、このブレーキだとか STI もシマノのやつで、この油圧の、ブレーキ、ディスクブレーキが入っているので、下り坂とかもまあかなりすごい、もう 10% 以上の下りをずっとかなり長い距離走ってきたので、手は疲れましたが、まあ逆にこの油圧ブレーキでこんだけ手が疲れるから、他のブレーキだと機械式とかだと、もっともっと疲れたのかなと思います。本当にこうフレームからこうこのシマノのドライブエンジン向けにこう作られて、でこうタイヤとかもすごく考えられてて、650で700じゃあえてなくて、こう小さめに作ってて、もうバランスのいいバイクかなと思いました。はい、上りはもう本当にね、さっきも言った通りレスポンスもよく上りやすかったし、あともうホイールとかも本当にすごく剛性も良くて硬くて、踏んだ分だけグッとレスポンスがいいっていうのと、あとこのタイヤもうすごく太さに、この扁平もよく考えられているもの、面白いものが入っているなと思いました。いやー、このグラベルロードで、こんだけ上りも下りも走ってみて、まあ、よく本当によくできたバイクだなと思ってます。あとそうだ、コンピューターがシマノのそのドライブユニットについてくるものでが使われていて、で後で別で少し紹介しますけど、アプリがかなりいけているので、こうナビにも使えるし、あとナビも使えるし、あとそれのログも取れるし、で、あのサイコンとしても使えるので、まあ本当にこのシマノのユニットよくできてるなと。あとアプリもすごく安定してて、一時停止して復帰した時も閉じることとかっていうのもなかったので、本当によくできたアプリかなと思います。ちょっとアプリに関しては後でもうちょっと詳しく紹介しようと思います。であとは、この電源をこう押して電源つけると、もうコンソールの方がついて、であとはこのアシストの強さっていうのを調整するというので、簡単に使うことができます。まだ結構平常今から走るので、実際にどれぐらいの電池が残ったとかっていうのは全部ログが取られているので、全部乗り終わった後そこら辺はレビューしていこうと思います。はい、では少しスマホのアプリの方を見ていこうと思います。こちらの方、アプリが提供されていて、自転車とペアリングすることで利用可能です。でこちらの方、まずナビの画面を示してますが、目的地を地図上で設定して、こう簡単に利用することができるので、非常にまあ操作性のいいナビかなと思います。でこういうふうにもうずっとこうルート検索だとかも自動的にしてくれますし、あと地図上にまあ簡単な今走っている速度とか、こう走った距離だとかっていう情報も出て、あとあれですね、
今の、アシストレベルなんかも出ているので、まあ、本当によく作られたアプリかなと思います。あとナビ以外にも各種ダッシュボードが準備されていて、いろんな各種データを見ることができます。今回心拍計だけ追加でスマホに、ペアリングして利用していました。あとは自転車からこう取れているデータが表示されています。もうバッテリーの残量だとか今のアシストレベルだとかそういうものが、ちゃんと表示されています。でこれがもう標準で自転車にこうセットでついてくるっていうのは非常に、まあ、便利で、再婚とかも特に追加で必要じゃないのかなと思うぐらい完成されたアプリになってました。富士山がちょっと見えてる。すごい綺麗、めっちゃ綺麗だよ。そうだよ。こちらのアプリの方、最終的にログのサマリー情報が見れます。これは今回のログです。今回、レンタルした際に走った全体のログです。で、こういうふうにログの最終的な結果を見ることもできますし、あと、そのログの下の方にグラフが表示されていて、こう距離ベースだとかこう時間ベースで、どれぐらいのこうアシストのモードを使ってどれぐらいの距離走ったのかだとか、どれぐらいの時間そのアシストモードでこう走ったのかということが見れたりします。ここら辺こう e バイクならではのデータも蓄積されていて結構面白いなと思いました。今回、少し電池切れが怖かったのでエコモードで多く走りましたが、全体として、上り坂はハイで、あとは、エコが後半多かったので、まあ、エコを使う、エコモードを使うというのが多かったかなと思います。あと心拍のゾーンだとかっていうのもグラフで表示されていて、まあ、後で見たとき見やすいなと思いました。やばい、電池1個減った。早くない？2人より減ったまあ、このね、よいしょ、やばい、電池が2個になった。ちょっともうノーマルにしよう大丈夫だよ、ノーマルでも走るから。電池1個になった笑えない笑えないよ。個人的には後でも言うかもしれないけど、ロードバイクの乗り心地に似てる。似てる？っていうか、スポーツバイクの乗り心地、なんかさ、クッと踏んだ時に、そのしんどさはあるかもしれないけど、踏んだ時の、レスポンスが機敏、だスポーツ走行ができそう。あと結構シャーシとかも硬い感じがする。これけどすごいのはさ、センターモーターだね。あ、この自転車、それで16キロでさ、だからシャーシとかもすごくこだわって作ってるしさ、やるなって感じ。この大きなモーターつけてこの重さで、だからさ、アシスト強くない？その力強い感じがする。足のところにモーターついてるから。まあだからグラベルはこうなのかもね。そのクイックレスポンスとかさ、山のスポーツ走行や、からなんかこの斜面の移り変わりの時のグッと力入れるとかさ、すごいスムーズ、遅れた感じがない。椅子がやっぱりもうちょい柔らかいといいな。そうだね、まあけどそれは変えればね、
E バイクだからね、やっぱり完全にロード寄りの椅子だよね、うん、まだ柔らかいけど教えてあげたい。いやけどね、それでも柔らかい方なんだよね、これでも。そうなんだ、うん、ちょっとクッション入ってる派、うん、自転車勝手に走ってくれるから、休憩しながら。あといつもと違って転がりもいいし。おお、綺麗。ああ、すごいね。ああ、道も気持ちいい。おお、綺麗。すごい。すごいね。富士山見えるよ。見えたね。最高じゃん。これが綺麗だね。うん。ここから結構ずっと富士山見えるんじゃない？今日なんかやっぱドロップハンドル乗ってるのかっこいいな。やっぱり？ああ、前傾になってて。でしょ？ああ、絶対映えるよこんな景色に。映えるね。ああ。それでは最後に自転車の感想。今回自転車どうでした？これ。見た目はね。うん。かっこいいしね。うん、よく走るよ。こういうのも、まあ、あの電動バイク特有のお尻の痛さとかはちょっとまだ慣れてないかっていうのもあって、まあ、あ、お尻が痛い、お尻が痛かった、まあ、なるほどね。電動バイクだけ、電動じゃないね、普通のロードバイク乗った時は、まあ、距離もあれかもしれないけど、あんまりお尻痛いなと思わなかったんだよね。そうだね、足から逃がせられるからね。そう、うん、まあ、今日はそれがちょっと辛かったかな。でもあとは山登るとかは、うん、まあ、なんだろう、自分のさ、あの FX プラス、うん、とはまた違う味付けなんだろうね。登りやすかった。そうだね、気をつけて。そうだね、うん、なんだろうね、何なんだろうね。まあけどさ、まあ、ギア変えるとかいろいろ気を配ったから、うーん、なんだろうね。なんかけど言えるのは、うん、前傾姿勢が結構きついから、いつものやつより、うんうんうん、だからそういう意味でポジションは長距離乗ってても楽なのかなって感じがする。あの前に体重一応逃がしたり、うんうんうん、であとはあの手いろいろ持ち帰ったじゃん。あ、そうだね、教えてもらった通りやったからね。そうそう、だから上登る時とかも結構手のポジション変えたり姿勢変えたり、うんうん、で結構体を起こしたり沈めたりとかって変えれるから、うんうん、結構リラックスというかそういうのができるよね、うん、そうね、この形だと、うん、あとはあれだね、坂道ですごいこの何が転がりがいいっていうの。あ、ハブね、あのリア、うん、うんうん、あのホイールがいいね、ホイールと、うん、なんかそう、坂だけじゃなくて緩やかな坂でも漕がなくても進む、うん、あ、そうだね、うん、それは全然違うね。それが全然違って、それが楽だったかな。そうだね、距離稼げるね、うんうん、で足もさ休憩できるじゃん。あ、確かに、うん、あ、だから最後ずっと長い距離行けたのかもね、うん、確かに確かに。いやー、まあ良かったね、やっぱりスポーツバイクとしてよく作られてるね、うん、そうね。で、あとはこのタイヤの太さとかは、うん、やっぱりこの結構ラフな道が多かったから、うん、穴開いてたの、石転がってても避けるけど避けきれなかった枝の端っことか、うん、踏んだとしてもそんなにひっくり返りそうになるとかもなかったから。そうだね、それは良かったかな。 OK、 まあ過酷なねコースお疲れ様でしたね、本当に、うん、とりあえず疲れたね。疲れたね。でもまあこれこの自転車じゃなかったら絶対来れてなかったから。 あ、無理無理、私も無理でよかったです、まあ、面白かった、すごく、うんうん、新しい。これね、右行かなきゃいけないから一回止まろう、はい。